さあ、皆様こんにちは。リアマ・アレクサンダーでございます。ということでですね、今回もですね、ザ・クルー実況をやっていきたいと思います。前回の続きですね、ダートのレースに向かっております。いやー、街中だからね、非常に信号に引っかかるね。早く抜けたいな、ニューヨークは。もうちょい拡大されていいんだけどね。これでこういじれたりとかしないのかな、これ。だってスライドパッドみたいな、これダメか。まあ、青なんじゃないの、もうこれ見えねえんだよな。なんで手前側についてるんだろうね。普通奥側についてるよね。見えねえじゃん。普通に見えねえじゃん。よし。ああ、信号。もうなんかもうすごいもうね、眠くすげえ眠らしちゃった。すげえ眠くなってきちゃったんだよな。入ったな。あのね、なんて言うんでしょう。運転してるとき眠くなるって言うじゃないですか、よく。もうね、その人の気持ちが、まあね、もうわかるよ、もう。すごいよくわかる。ね、めっちゃ眠くなるわ、これ、運転しながらやってると、これ。すごい眠いよ、もう今にも俺、もう目つぶったら寝そうな感じだよ、もう本当に。もうギリギリ喋ってんのが精一杯だよ、本当に。部屋は寂しいよ。本当に。何ですか。そうだよ、まあ、最近言うのを忘れてたけどね、皆様このドライブ中はぜひですね、僕のこの車の助手席に乗ってる気分でね、運転をお楽しみください。で、起こしてくださいね。出てたらね、その起こす、運転手を起こす、寝てる運転手を起こすのは、これ助手席にいる方のこの仕事ですからね。頼む、止まってくれ。よし。あ、ちょっと空いてる？あ、空いてないか。もうほら、もう寝ぼけてるけど、ちょっとね、もう見えない感じで寝ぼけてんのよ、もう。これなんかちょっとさ、椅子がさ、こう垂直にしか行かない椅子なんだけどさ、ちょっとこう斜めにできる椅子欲しいな。すごい。 めっちゃ贅沢。あー、ちょっと俺が斜めになりゃいいんだ、これ。マイク大丈夫？ちょっと待ってね、マイクガサッて言ったら申し訳ない。ここでマイク入ってるから大丈夫だよね。少し大きい声で喋ればここでね、少しは寄りかかりながら運転できるかな。いや、あとはもう居眠り、注意するのは居眠り運転と意識が朦朧としてるとか中での運転なので、衝突ですね。衝突は免れたい。朝の8時か、もうグッドモーニングだ。はい、お姉さん。よし、高速かな。よし、飛ばしますよ。遅くね？何これ。アクセルベタ踏みなんだけど。いや、もう今日疲れたわ、本当に。実況ね、もうなんだかんだ50本ぐらい撮ったわ、動画。いろいろ疲れたな。サッカーの試合もあったし、観戦すると本当疲れるね。やってるわけじゃねえんだけどさ、見てる方も本当に疲れるよ。応援とかもしてるしさ、サッカーのチームって本当熱くなるからね。いろんな意味で熱くなるわ、本当に。やっぱ膝が爆発すると思う。ちょっと膝が痛くなってきた。やっぱり膝痛くなってきた。この体勢も、やべ、リモコンゲットもしちゃって。この体勢もいいけど、やっぱり前かがみで膝に肘を置くのが一番いいかな。もう着くか、もうそろそろかな、ダートのレースは。お、なんか通知が来た。警察目の前にいな。ダメだ、もう話が進まない。もうね、今にも本当にもう今横になったらもう1秒で寝れるぐらいの眠さなんだよね。やばい、どうしよう。なんか話すことないな。今撮んなきゃよかったな。ちょっと時間があるときにすればよかった。あそこにあるね、今のゴール地点が見えるね。ほら、あそこに行くんですね。ああ、眠い。曲がれ曲がれ曲がれ。うわ、お前曲がんねえとかさ、空気読めよ。はあ、
か飛行機乗ってたんだ。あー、おー、すげえ。電車走ってる。あれ？ここだったっけ、曲がんの。これね、これね、たまにね、ここナビがおかしい。危ない危ない、よし、ナイスナイス。ナビがおかしいんですよ。道がないところでもね、ここに行かせられるの、これ。で、これちょっと無理なので、こっちの方に道なりに進めば、こっち側のルートにしてくれるはずです。どうかな。もうほら、もう自分で何喋ってるかも分かんなくなってきて、やばいよ、もう多分何喋ってるのかも分かんなくなってきて。で、ここでね、今目の前にあるこの赤いと思うんですけど、この赤いのは、このダート車じゃない、まあ、ダート車なくてもいけるんだけど、ダート車ですよっていう、あんまり走ると良くないですよっていうレーンなので、ここはダート車に乗り換えていきます。うわ、すごいな、なんか派手に作っちゃったな。派手に作っちゃう、かっこいいじゃん。でもいいじゃん、いいじゃん、かっこいいじゃん。まあ移動の時はこれでいきましょう。かっこいいんじゃない、かっこいいんじゃない。前のあの4個ついてるやつ邪魔だな。ここなんでさ、変なとこになんなんの。あ、ここ、あ、道あったわ、普通に普通に道ありました。あと2キロか、結構あるな。なんかハンドルでかい、さっきよりも Z よりもハンドルでかい気がするな、これ。これじゃあもう飛ぶねえぞ、今これ。ああ、なんかハンドルでかい気がするな。うわ、こんなとこにあれがあるのか。なんかチャレンジしちゃってる、俺何やってんの。対向車来たらどうすんだよ。まあ、なんかここまで来たらなんか取れた、どう取れたくなるのなんちゃったけど、無理か、ダメだ。そして到着しました。今何分？7分か、いけるね。よし、ここのレース行こうかな。よし、行きましょう。これ何ですか、これは。レース、ダートレースで優勝し大金をかけたオマーを儲けさせる。175でございます。これをね、よく目に焼き付けておいてください。この眠い中できんのか、俺。サバメック、なんでもねえよ北の別荘で休暇中なんだが、暇すぎて死にそうだ。あんた余興がてらダートレースに出てくるねえか。人を何だと思ってんだ。人を何だと思って。ああ、すげえ、当たった。いい女もよりどりまあでもそれしかない、確かに。その場面になったらそれしか言うことねえよな。偶然でも何でもねえ。あのダートカーでガンガン飛ばせーだって。あのダートカーって何でしょう、俺今買ったばっかです、ダートカー。いやー、眠い中やハンドリングが心配だけどこんな派手な車するの俺だけだよ、これ。すでにもう車ちょっと汚いって。まあダートだからしょうがないから。あ、儲けさせてやるよ。2割上げる、俺が稼いだ、このレースで稼いだやつ 2割上げるわ。8割はもう俺がもらう。俺が勝ったレースだからな。って言ったらもうすぐ即解雇ね。いやー、スピード遅いな。逆に遅くて邪魔になるわ、これ。これ余裕だな、これ意外と。これ余裕っすね。よかった。なんか簡単そうなやつ、よかった。ほら、めっちゃ簡単じゃん。あ、そうでもねえぞ。そうでもなんか全然違いやつが早いな。なんだあれ。うわ、軽だから早いな。何メーターっていう。ぐらいにメーターを出しちゃダメ、そのぐらい離しちゃダメってこと。いいよ、うまい、うまい、いいんじゃない、素晴らしい。一切スピード落とさずに、おーし、うまい。あ、これはうまいんじゃない。はいはい、任せて。あー、これドリフ入れなかったね今。これドリフといらない、ドリフといらない。ハンドリングがいい、すごい。オッケー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 。
このストレートにいい角度で入れてるね。ドリフト自体はそんなに良くないんだろうけど、でも、それに、そこの、その先の直線にうまく入れてるな。これもいらない。はい、ドリフトいらない。OK。ここもドリフトいらない。ドリフトいらない。OK。ドリフトは、ちょっといる。ドリフトちょっといる。よし。OK。ちょっとショートカットできた。よいしょー。いいね。いや、この車いいわ。やっぱハンドリングがいい。すごい。いやー、Z にしなくてよかったよ。普通に。本当に。切実に思うわ。もう ラストラップこれ。あ、早いな。4秒だね。よし、全然勝てるな、これは。よかった、簡単なレースで。やべ、普通にクソでもいいんだけど。これ終わったら寝ようかな、ちょっと。まだ7時半なんだけど。早いよな、さすがに。でも、あったかいとこにいちゃうとさ、ストーブの前とかにいると、ほんとすぐ寝ちゃうんだよね。もう、あったかいとこにいるとね、気持ちよくて寝ちゃうんですよ。オッケー、一発クリア。これは簡単だったね。よかった。これこそがもう、車レベルも、もう、正当にこう、応じたレースだね。よっしゃ、レベル上がった。よし。金、いいですね。いや、これ嬉しいな。じゃあ、やべ、靴下脱いちゃった。どのぐらい上がる？上がるね。上がっちゃうね。もうテンションおかしくなってるから、もう眠くて。もう結構限界に来てるわ、もう。寝よう、これ終わったら。気が変わってあんたにかけることにしてよかったよ。よかったな。俺にかけてなかったのか？最終的にはあんたにしたよ。ひでえな、そんな、まあ、カジノと許されねえぞ、まあ、そんなの。危ない、いきなりやめてやってくれ。もうエリクツ。ふざけんな。うるせえ。そんなもん分かっとるんじゃ。さて、ここで、ここのレースをクリアしたことによって、ストーリーミッションが、3つ解放されましたね。ハリーの事情、資金調達、ランニングヒート。まあ、近場から行くのが一番いいんじゃないでしょうか。手っ取り早いんじゃないでしょうかね。180で足りてるし、チェックポイントランだから、これはあれだね。ここからは結構楽な感じのレースになっていくと思いますけれどもね。皆様、今後ともクルーの実況よろしくお願いします。もう眠くてもうテンションおかしいですが、よろしくお願いします。で、チェックポイントだけつけとく。いいか、もう別にそんな移動しねえしな。でもあと2分あるから、ちょっとだけ移動しとく。まあ、ダートで、ここはダートしか走れないから、ダートで行きますか。まあね。よいしょ。7.1キロ。7.17 キロか。オッケー。そんな遠くないね。いやー、ちゃんと気についてるね。ここいいね。ここ本当に道あんのか。あ、道あるのね。ちゃんとね。よかった。なんか変なところでさ、変な感じで入ってっから、ああ、待った。これを景色、この景色を最後にお別れだな、これは。これやばくない？これ。これやばいね。これどこですか？これは。シカゴかな？これ。じゃあニューヨークだでしょ。ニューヨークだ。いや、すごいね、ニューヨーク。すごい、いっぱいビル建ってますね。この絶景をバックに、お別れすることにいたしましょう。ということですね、僕のツイッターの ID が概要欄に書いてありますので、ツイッターで検索してフォローしてみてください。ということでですね、今回もご視聴ありがとうございました。次回のザ・クルーの実況でお会いいたしましょう。さよなら。